RMH ラジオ豆彦。お聞きの放送はラジオ豆彦です。はい、ラジオ豆彦の時間になりました。豆彦の石田です。はい、井川です。はい、ずっとねこのとこドイツ語講座やってたからね、うん、何喋ろうかね、うん、あ、映画のこと喋りましょうか。あ、そうね。そう、今一応目下トピックスは映画でしょ、うん、いやこれ映画な、いやほんとマメヒコピクチャー、うん、ゲーテ先生がそう映画化されるそうで、まあ、この映画化にあたって、まあ、マメヒコのホームページとかでも結構つどつどその、うん、PR されてるクラウドファンディングプロジェクト、うんうん、これ平たく言うとどういうことなんですか。いやこれさ最近よく聞く言葉だけどねクラウドファンディング。まあ、クラウドファンディングって知ってる？一応僕はね、知ってる。知ったっていうか、まあ、あなたに説明されたから知ってるんですけど、うん、なんかさ、いやクラウドファンディングってさ、うん、どうなのかねって思うのよ、うん、あのさ、いやこれみんなからさ、うんまあ、お金いただくってことになってるわけじゃん。そうね、そういう形で参加しませんかっていう呼びかけなきゃ、まあ、一応購入型になってるからこれは購入型、うん、例えばあ、はいはいはい、これなんだ100万円っていうのもあるの、うん、1、10、100、1000万あ10万円か、うん、あ違うよ1、10、100、1000万、10万円だ、うん、10万円だとさ、あ、いや100万円っていうのもあるよ1、10、100、1000万、10万、100万円、何その初めて見たみたいな100万円だとさカフェ豆彦定期券が6ヶ月もらえてさ、うん、上映会1回開催券、うん、お食事と監督チンチン付きって書いてあるんですよ。そんなことは書いてない。畑豆彦の野菜が届くとかさ、なんかいろんなことが、映画にも出演できる、ああそうそうそうとかっつって、だこういうふうなものを買うんだよこれね。ああはい、そういうまあいろんな権利、一応この権利を買うっていうさ、ね、仕組みになってるわけだよ、うん、だけどさ、いや分かんないね、俺は世代的に分かんないこういうのって。先生これあなたが言い出したことなんじゃない。いや言い出したことは言い出したことなんだけど。うん、どうもさ、うん、その難しいよね。そうだね。いやこのさ、なんつうの、つまりもうこういう風になってくるとさ、うん、まあこのラジオだからさ、誰も聞いてないからまた言うけど、うん、言ってみればさ、うん、心理作戦みたいな感じになってくるわけよ。心理作戦。そう。どういうことかっていうとさ。うん、なんつうの、まあでこの俺たちがやってることがさ、うん、素晴らしいか素晴らしくないかったらさ、うん、もう素晴らしいに決まってんじゃん。すごいね。まあね、うん、素晴らしくて素晴らしいに決まってるじゃん、うん、いい人だし、はいはい、そうだよね、だとするじゃない、うん、だからもっとさよ、いい人じゃないやついっぱいいるもん ね、 そ う、 ね、そういう意味じゃ、うん、だからさ、いい人はいい人じゃん、うん、でむしろいい人すぎてさ、うん、損ばっかりって感じじゃん。ああ人生 お人よしな感じ、まあ、お人よしな感じじゃない、うん、でさこのお人よしで、まあ、なんか今までだってさ、うん、いろんな人、俺どっちかっていうと助けられたか助けたかって言ったら助けてる方だよね、うん、ね、うん、まあ両方かな。でさそういう点でさ、うん、こういうのってほらこんなものを出したらさ、うん、じゃんじゃかお金が集まるかっていうとそうでもないわけよね。いやもちろんね、そんな簡単なわけにはいかない。でさ、うん、だけどさ例えばだよ、うん、俺もうこのクラウドファンディングをやるたびにあるストーリーを思い出すんだけどさ、うん、お前の話なんだけど、俺、うん、うん、お前がさ、うん、昔さ、うん、高校生だったかな、うん、時にさ、うん、うるせえやつらをさ、はいはいはい、集めててね、うん、集めてね、まあとにかくうるせえやつら好きだったよね。好きだったね。あんな面白い漫画ないと思う。ないと思ってた、うん、で1巻がもう2巻3巻ってずっと読んでてさ、うん、なんだっけ、全部で何巻あるの。全部でね30、まあ、30何巻、ね、何巻あるでしょ、うん、30何巻のうちさ、うん、なんかお前6巻だから8巻だからだけが1冊足りなくてさ、うん、はいはい、それでさ6冊か6巻だか8冊8巻がなんかないからさ、うん、ねえなねえなって言ってた時にさ、うん、ある古本屋に行ったらさ、
1巻から30何巻まで全部揃って2000円かなんかで売ってたんだよね。全巻セットね。全巻セット、うん、それでお前その 6巻が欲しいがために2000円でそれ買ったっていう、うん、買ったエピソードあんじゃん、うん、これってさ、うん、ものすごくいろんな示唆に富んでるわけよ。そうなの？いやだってさ、うん、お前古本屋でいろんな本買ってるんだからさ、うん、安く手に入れたいわけ。もちろんもちろん、ね、多少汚くたって関係ない。関係なく、うん、なのにさ、うん、その6巻が欲しいだけでさ、うん、2000円払ってんだからさ、うん、新刊より高いわけじゃん。矛盾してるね、明らかに。今思えば普通に新刊本屋さんに行って新刊の6巻をなんか300いくらで買えば済んだ話なのに、言われてみればさ、なんで俺は古本屋限定でしか考えてなかったんだ。いや本当にそうなんだよ、うん、新品の本屋に行けばその6巻を300円で買えるのに、うん、なんでその6巻を古本屋でねえなねえなって言ってるうちにあった、でも2000円かよし、これは買うしかねえっつって全巻、つまり2冊ずつ揃ったんだろ。そう、もうだから買った後の俺の本棚も完全にカオスな状態で、うん、1巻1巻2巻2巻3巻4巻3巻4巻5巻6巻7788みたいな、そう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 。いや俺これはさ、うん、すごくいろんな示唆に富んでると思うわけ。我ながらもうバカの所業にしか思えない。いやもちろんバカの所業だでもさ、お金を払うっていうことに関してはさ、うんうん、人間って、お前なんかさ、お金なんかむしろビタ一文払いたくない人じゃん。いやもうそ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 う、もうしみったるだから、しみったるだから、うん、はっきり言って、でしみったるのお前がさ、うん、その6巻を見つけた時に2000円もする6巻をさ、それも古本を、あ、つまり定価の7倍もする本をもう嬉しくて買っちゃうっていうのって、あの瞬間の俺の価値観でちょっとブーストしてたんだね多分。うん、いやでもこれって十分あり得ることだと思うんだよね、うん、例えばさ、言われてみればね、例えばうちなんかだとさ、うん、ケーキセットってやってない、あ、はいはい、ね、うん、ケーキセットなんて俺しみったれてて嫌なんだよ。そうでいいじゃん、よくなんかいいじゃん、いいじゃん。ケーキセットなんてやってる店なんてのは、うん、だいたいあの根性が曲がってるからねなんでそんなこと言うんだよ。いや、なんでかって言ったら、だいたいセットになってる時っていうのは、うん、コーヒーとかの、うん、はしょぼいコーヒーしか選べない、ね、ああ、それはそうかも。コーヒーか紅茶か、うん、モンブラン、あのメニューの一番上にあるやつだけとか、ね、うん、でカフェオレ飲みたいって言ったらさ、うん、いやそれはセットになってないんですけどとか言うじゃん、うん、はい、で紅茶も紅茶っていうやつだけどさ、ここにダージリンって書いてある、じゃあダージリンって言ってちょっとそれはセットにならないって言うじゃん、うん、いちいち、はいはい、だからみんなしょうがない、じゃあそのセットでセットでって言ったらさ、うん、要はボンクラ野郎が出てくるわけでしょ、うん、コーヒーとか紅茶とかその店のボンクラ野郎が、はいはい、そうだね、出番は多いけどボンクラじゃん。そうだね、そうでしょ、うん、自信のないやつが出てくるわけじゃん、うん、はいはい、だそれ嫌じゃん俺、全部の商品に愛着あるからさ、だってこのケーキはダージリンに合うけどこのケーキはアールグレイに合わないとかあるわけよ。はい、そうだよ、それはあるよね。でそれは人の好みにもよるからさ、うん、何もそんな時にいちいちボンクラが出てきてコーヒーです紅茶ですとかって名前も七種のゴンベみたいなのが出てくるの嫌じゃん、うん、ただのコーヒーみたいな、ただのコーヒーでございますとかつって、うん、そうするとさ、もう全然もう俺がもしさダージリンだったらすげえブータれるね。いやそうだね、うん、なんでおめえ出番多いかってなんだと思ってんだよ、おめえただ呼ばれてるだけだからなっていうお前の実力じゃねえから抱き合わせだからなって言いたくなるじゃん。俺がダージンだから思う、ね、俺もダージン思うよ、うん、で思うよ、うん、で逆にさ俺がセットの紅茶だったらさ、つうかお前一回か出てみるやダージンボーケってあのヘイコラしながら思うじゃん、わかるわかるわかる。だから商品にそういう喧嘩とかさせたくないから、うん、そういうことね、うん、だから俺はセットってやっぱ嫌なのよ。あ、でもアイデンティティが揺らぐからね、うん、なんかその人たちのね、うん、だけどなんかセットにするっていうのはそれなりに意味があるんだってほう、なんかね研究によると、うんうん、買い物をするときにお金を払うときって、うん、ね、うん、苦痛なんだって、お金を払うって、うん、もう分かる気がする、うん、苦痛だよ。それはね、なんかね針で刺した時の脳のなんかビビビビって刺激と同じなんだって、うん、そこまで苦痛ではないけど、うん、に近いところがピコピコって光るらしいんだよ。ああそうなんだ。例えばね、うん、だから、うん、2個買うっていうと2回針で刺されるわけよ、うん、はいはい、ね、チク、うん、あチクって、うん、でもさケーキセットったら1回じゃん、チチクぐらいですもん、うん、ケーキセットチクって、うんケーキセットくださいって言えばチク、はいはいはい、ランチって言えばチク、うん、1回で済むじゃん。あそう、ね、これがさ、
こういうものさ、うん、バンドリングっていうらしいんだよ。バンドリング、つまり束ねる。ああ、はいはいはい、バンドで束ねる、結束バンドのバンドね。そう、うん、そうすれば何か相手お客さんがね、うん、そんなにこう痛みを感じずに物をしこしこと買ってくれるとかさ、うんうん、まあ、それすごい分かる気がするでしょ、うん、だって例えばさ、だからお前のまさにさ、うん、そのうるせえやつなんてバンドリングでしかねえじゃんだいぶね30個ぐらい束ねてるよね。そうでしょ、だから1巻ずつ30個買うっていう苦痛を考えるなら、うん、1個まとめて、確かにっていうこと、うん、とか、うん、それすごい分かるでしょ、うん、それとか、例えば年間ね、うん、10万円の会員券って言ったら、うん、高えな。でも1ヶ月1万円ぐらい、うん、1万円もしません、うん、8000円ぐらい、うん、日に換算すると300円ぐらい。そういう風に細分化されると俺すごい弱い、1日たったの300円とか言われるとでしょ、なんだ、なんかジャンプよりちょっと高いぐらい感じだと思うじゃん、うん、だこういう風にすると物を買うらしいんだよ。あ、つまりさ、そうですね、中身は何にも問われてないわけよ、うん、つまり10万円でお前が仮にさ、うん、いや中10万円高えなぼったくってんじゃねえよみたいなことさ、うんうん、ごちゃごちゃ言ったとしても、うん、1日300円だよたっちゃんって言ったらさ、うん、それならいいねって、うん、出せなくもないかなって言うってことじゃん、うん、そういうからくりはあるかも、ね、つまりこれってさ中身とはほとんど伴わないってことよ実態と。だから、その同じ商品で中身が同じだとしても、うん、そのなんかアプローチの仕方で全然なんか価値観が変わるっていう、まあ、価値観っていうか、うん、その人間がお金を払う払わないっていう時の、そのチクチクの痛さっていうか痛さとか、うん、そういうものを買わすっていう方法っていっぱいあるらしいんだよね。なるほどね。例えばだから390円とかっていうのをさ、うん、やっぱり400円超えると、うん、うってなる。あ、逆に400円超えちゃったら490円までは別に一緒らしいんだよ。そう、500円超えるか超えないかって一個の大きな壁だよね。うん、ね、知らないけど、そのものによるよ、うん、いやであと例えばさ1万円のものがさ9500円になるっていうのとさ、うん、1000円のものが500円になるっていうのってさみんな全然違うらしいんだよ。じゃあ同じ500円割引なのに 50% オフになってるっていうのとさ、分かるってこと。いやそれスーパーとかでもよくあるからね。いやだからそういうことをさ、うん、このクラウドファンディングもさ、ああこのクラウドファンディング、ね、いろいろ研究してるやつはいるらしいんだよね。つまりこの映画の中身をどうこうって解いたところで、うん、いやもちろん解かなきゃいけないんだよ、うん、でも解いたところでさ、うん、まだできてないし、いやそれなんだよね、うん、そうでまだできてないから、うん、いいとか悪いとかも分かんないわけだ。そうなんだよね。でだけどこれに協力してほしいっていうようなことをやるってことはさ、うん、普通にさなんていうの、真っ正直に俺がまたいつもみたいに真っ正直にさ、うん、できてないんで面白いかどうか分かりませんみたいなことをさ言っちゃっちゃったんではさ、うん、集まりようがないわけじゃん。いやそれはそれはそうだよね。だからそういう時にさ、うん、なんかうまいこと言ってたな、うん、なんかそのバンドリングしてみたりとか分かんないけど、うん、そういうことがなんつまり中どうしても俺なんかだと中身の良さみたいなことを訴えようと思っちゃうよね、うん、いやでもそれは方向としては正しいんじゃない？うん、もちろんそれは方向としては正しいんだけど、うん、それを言ったとしたって、うん、お前みたいにさ、でも10万円でしょみたいな、うん、いやところがここでいきなりこの深鍋を一つセットみたいな深鍋そんなのいらない、今ならダイヤモンド包丁もついて何売るつもりなんだ。で30分以内にお電話いただければ高枝切りばさみもついてくる、うん、みたいなことをやるとさ、あって言ってさ結局かなりのバンドリングされてさ、もう高枝ばさみもう 4本目だけどお父さんみたいなうち団地だから切るものないのに、ないのに、もうお父さん仕方ないから高枝切りばさみでさ爪切っちゃうみたいなさ母さんがちょっとそっちからやってくれるよみたいなっていうさ、母さんが私が切ってあげようとかっていう風にさなっちゃうってことってあるわけじゃん。あ、言ってる意味わかる。いやいやいや、もちろん意外と本当に世の中でね、あのよく起こってることじゃない。いやそうそう、うん、だからそういうことを日夜研究してる人がいて、
そういう風にね、うん、どうやったら効率よく売るかっていう、うん、まあ会社で言ったら営業の人なのかもしれないし、うん、そのマーケティング担当なのかもしれないし、うん、なんかそんなことばっかり考えてる人っているわけよね。うん、そうだろうね。でもそんなことさ、うん、基本的にあんまり考えたくないって人だから。うん、そうね。何がバンドリングだ、くだらないっていうね、ダージリンはダージリンだっていう、うん、そういうふうに思ってるとこあるわけじゃん、うん、はいはい。だからそういうことからするとさ、うん、このクラウドファンディングっていうのはさ、うん、本当にここだけの話、俺と合わないわけよ、ショーが。だってまだ作ってないものだからさ、いいも悪いも分かんないし、なのにお金をくださいっていうのはね、うん、いや、でも、うん、そういう、なんて言うんだろう、騙すっていうんじゃなくて、そういう心理作戦っていうの、うん、別にだから本当に正直にさ、こういうことをやろうと思ってるんですとかって言うと、うん、まあそれだったら応援してあげようかしらとかさ、うんうんうん、まあいろんなことあるんじゃないの、うん、でなんかこういうのをさ、うん、7割型さ、うん、決まるとバババババって残り3割型は決まったりするらしいんだよ。あ、だお前みたいなのさ、うん、ねんねんねんとかって言ってんのがさ、もうあと3日しかないぞとかってお前だけでは払ってないのって、もうここの界隈で、うんうん、まあ、むしろまあ恥ずかしいよお前って言ったらさ、それはちょっと払わざるを得ないかもしれない、ね、なんかそう、うん、で人当たりだいたい50万ぐらい払ってんだけど、お前はいくら払ってんのとかって言ったらさそのままで5って言おうとしてたのさ、5000円って言おうとしたのさ50万だよもちろんって言って、そうだよな伸びたみたいなこと言ってさ50万払っちゃう、そういうとこってあるわけじゃん。絶対それ伸びただけが50万払わされてるなんかそういうことってあるじゃん。まあまあでもね、うん、いやだからさ、皆さんが持ってますよって言うと、うん、じゃあ私も買いますわみたいな、うん、宝石とかさ着物とかだってそうじゃない。いや、特に日本人肩着じゃない、肩着っていうか、まあそういう性質ってあるじゃん、うん、いやだからさ、そういうことをなんて言うんだろう、悪意じゃないやり方で誠意としてね、うん、伝えるっていうことを考えなきゃもちろんいけないんだけど、うん、どうしたらそれを、そのプレゼンって難しいなって思うよ、と思うじゃん、うん、いやなんかそのいいものは作るし真面目に作るから詐欺師ではありませんとしか言いようないんだけど俺さ、なんか自分で結婚した時もそうなんだけど、うん、結婚した時にさ、うん、相手方のさ、うん、両親にさ、はいはい、なんか会うっていうなんかあんじゃん。まあまあ当然ね、あれ。そう。でもあんなの俺やりたくないから、別に会いたくないし。でさ、だけどいよいよ海外に行くってことになってさ、うんうん、はいはい、まあ結婚してすぐだっけね。結婚してすぐ、うん。もう俺行く渡航日まで決まってるのにさ、うん、一向に向こうには会ってなかった。ああ、それはまずいよ。だからなんかそこのまま行くともまずいじゃん。うん、連れてっちゃう、もう人さらいみたいじゃん。海外にね、海外。だからさ、ちょっと1回前ちょっと会うだけ会うかっつって、でももうなんかこんなさ、何君は娘を幸せにしてくれるのかとかさ、一回殴らせろとかさそういうタイプのお父さんじゃなかったけどね。そんなことされたら、うん、もういいです別にっていう返品しますね、うん、別そこまでしてほしくないんでって言いそうなんだよ俺、うん、言いそうっていうとこあってさ、うん、だからさ、なんかその会った時に焼肉屋に行ったんだけどさ、うん、で相手の両親はさ、まあ、特にさ、うん、あの詮索するでもなくさ、なんか海外に行くんだってみたいなこと言って、うん、あ、はいみたいな、なんか、まあ、頑張って行きたまえって言って終わったからいいけど、そういう感じの、あの時にさ、うん、なんか君どういう職でどうなのかね、収入はどのぐらいで、どんなアパートメントに住んで、娘にどうして向こうで子供を作るとなるとだなとかってごちゃごちゃ言ってたら、俺別にさ、そんなの何にも考えてませんって言って、失礼しますって言っちゃった気がするんだよね。そんなやってねえんだから分かんねえだろっていう、別に真面目に取り組むけど、そんなことをなんか最初からさ、こう何、じゃあそんなことを、はいはいって言ったやつがさ、そういう風にする、むしろそんなこと言うようなやつに限って、うん、なんかそう しなそうな気するんだよ、わかる、ね、うん、ありそう、あの私はこんなお嬢さんをいただいてどうたらこうたらとか言うやつに限ってさ、うん、もう涼しい顔して離婚してたりするからねすごい結婚式やってるやつとかいや、うん、でもあるだろうね、言ってる意味わかる、うん、と思ってるじゃん、うん、だけどこれはさ、うん、なんか俺人生で初めてクラウドファンディングっていうのはさ、娘さんを幸せにしますみたいなこと
言わなきゃいけない立場なわけよ。この幸せにしますコースが100万円コースから5000円コースまでございまして、そう、それでみんなにさ、あなたそんなに5万円とか3万円払うだけの何か価値あるのっていうふうに言われてたら、はい、この3万円コースではですね、あのお父様これだけのサービスを受けていただけるんです、そう、もうマッサージついてね、ジャグジーもついてって、洗い物は私がしますんでみたいな、いや分かんないけどそういうことじゃん、うん、そういうことじゃないのかね。いや、あの分かりやすい、言ってること分かる、うん、だからもうこんなのと到底できないよこうメニューを提示してはいるけども、そう、いやだからこのメニューも俺なりに考えてね、うん、なるべく物とかじゃなくてさ、あの、うんうん、何棒がついてるのにうちわじゃないとか言ってみたり、そういうのさなんかあったじゃん、あ棒がついてるのうちわのようなものでございますみたいなさ、届け出を出しております、ね、そうみたいなさ、あのあれくったらないことするみたいなね、なんかもうこんな全然いらないようなさ、うんうん、変なグッズがつくとかじゃなくて、うんうん、そんなものするぐらいだったらね、もうなんかあとこれさバッチリ定期とかもあげちゃいますよとか言ってたりするし、うん、そんなことよりはね、本読みに参加できるとかさ、はいはい、まあ、そんなものももちろん何の価値もない人には価値ないよ、うん、でもあそういうの好きっていう人もいるじゃん、そうだよね、助監督になるとか、うん、だそういうことでだったらそれは絶対面白いから、うん、そういうことを載せてるわけよ。確かにそういうのがもしやりたい人がいたとしたら、うん、なかなかやりたくてもできないからね、そうと思ってるわけよ、うん、だからお前みたいなね、うん、だからむしろこの中には俺のマーケティングにはお前入ってないわけよ、うん、お前だったらさ、まあまあ、なんだろう、分かんないけどここにでも関係ないのにおいしんぼ10巻とか分かんないけどカレー毎回ここにとんかつ定食にはお前だけカレーがついてきて福神漬けがついてくるのは5万円とかさ、ああ、そういうサービス大事、ね、そういうことするとさやっぱりお前みたいなさ、うん、いいとうってでね、うん、でなるじゃない、はい、だからさ結局人間っていうのはさ、うん、やっぱり動く動かない時にさ、うん、何らかの口実は必要だと思うんだよね。ああ、はいはい、この前のさ10円コーヒーだった日もさ、うん、もう購買部なんかすごいお客さん来たんだけど、だってあれ購買部だけで何百 P 出てたよね、うんうん、であれはさ別にさ10円でコーヒーが飲みたいっていうよりは、うん、そういうことやってるから、うん、そういうとこに行ってね、まあちょっと行こうと思って行ってみようとかさ、うんうん、まあ、こうお前みたいにさバカみたいに疑いもう 10杯ぐらい買いに来たアホもいるわけだからさ別にお前なんてさ10円で買わなくたって、うん、全然タダで飲めるわけじゃん。そう、まあ言ってみればね、一応言ってみれば身内だから、そう、多分飲ませてくれって頼めば出してくれるよね。そうじゃん、うん、だけどお前さ10円の日にここ何回来たの。ね、いやでもね7杯ですよで70円だと思って得したと思ってるわけじゃん。いや、まあまあそうね、あれ 250cc ぐらい入ってるからもう 1.5、うん、リットルぐらい飲んでるわけじゃん。 そうだね、そんなに飲みたいわけじゃないじゃん別に。でましてやタダじゃん普段。まあそう、でもね、あ、そう、本当にそうで、うん、何も 1.5 リットル飲みたいわけじゃないんだけど、うん、なんかねあの日はね、うん、すごい参加したかったな。そうなんだよ。そう、いやだからそう言われるの俺これも、うん、ああ参加させたいという気にさせることで、はいはい、払う払わないじゃないんだと、うん、だってお前なんかタダで飲めんだからむしろ70円損してんだよ。そう考えると本当に俺そういう気持ちだったの、うん、この日だけは、うん、とにかくもう飲める限り10円で参加したいと思ったんだよね。別に得だからとかじゃないんだよ。うんうん、なんですね。だよね。そうだから本当に言っちゃ悪いけど、うん、俺そういう発想が全くないから別にさ普段ただ飲めるし、もしくはただむしろそういう時こそ、うん、そんな時に10円でね行くなんてもう恥ずかしいと、うん、あ、恥を知れって言って育てられてるから、あ、お前みたいなのがのこのこ行くってのも考えられないだけどやっぱりこういうのって参加して、うん、をね促すにはさ、うん、まあ、そういうノリっていうか、うん、で実際その僕考えるのは好きなわけ、その10円コーヒーとか、はいはいはい、面白いじゃん、ね、これもうほとんど思いつきみたいな感じ、ね、思いつきみたいにしたい。だけどこのクラウドファンディングっていうことに関して言うと、うん、誰をターゲットにどういうふうにしていいかっていうのが難しいんだよね。うん、そうだね。なんか、うん、別にさ、だってこの人たちのお金を払ってくれなくたって俺はもう作らざるを得ないっていうか、作る決めちゃってるから作るわけじゃん。まあそうだね。だからで結局さ映画って本当にお金かかるから。そう、
まあ、あのみんなが書いてあるけどね、みんなが思ってる以上にかかるわけじゃん。まあ何百万とかかるからね、やっぱり。いやいや、だって普通考えても、うん、安い映画で3000万なんだからさ。まあそうだね。で普通に置くじゃん、うん、それが500万で作ってるっていう時点では超破格のところに持ってしてみたいな世界でやってるから、うん、どう考えたってさ、うん、もうなんかお金ないわけじゃん。そうだよ、ね、カフェにそんなお金あるわけないんだから。だからさ、いやどう思う、 だから、うん、カフェで映画なんかやらない方がいいんじゃないかっていう気持ちもいつも芽生えんだよね、うんうん、でも、うん、やっぱもうずっと前から一作目を作った時から、うん、スポンサーみたいなのがつけばいいのにねとやっぱ漠然と思ってたじゃない。誰が思ってなかった？あ、お前。いや俺は思ってたよ。でもそれもやっぱり結果論でね、うん、まあ、スポンサーってのおかしいと思うけどね。俺豆彦で作ってる映画にいきなり、ね、まあまあスポンサー、あのに日本石油かなんかスポンサーって言うとちょっと不思議な。そうなんですよ、おかしいけど。いや要はさ、コップでガソリン飲まなくちゃいけないなんでコップに入れてるガソリン出すんだ。トモローがガソリンを飲んで深ガソリン、うん、いやさ、まあいやだからお金はどっかからっていうことだね。っていうか、うん、出来上がってみたら結果論だけど、うんうん、出来上がってみたらすごいいいものできてるわけじゃない、うん、でそれは見た人みんな言ってくれるわけじゃない、うんうん、だからこれをまあ確かに日赤とかがそもそも入るのおかしいかもしれないけど、うん、寿司三昧とかおかしくないんだってお金持ってそうだけどねあそう、まあ、スポンサーっておかしいけどなんか、ね、そうなのよ。そうだからいいものだっていう人はいるわけじゃん、うん、前作ったやつもいいものでその前もいいものだし、うん、限定先生も面白かったとかって、うん、まあ言っちゃ悪いけど、うん、まあね、身内なのかもしれないけど、うん、俺の作ったものであんまもうこれ最悪だったっていうことってあんまりないと思うんだよ ね、うん、はっきり言って。そうだね。だけど、うん、これとお金が集まるってことはもう何の関係もないわけだ、ほぼ。いやだからこれがうまくいけばそれは関係があったねってことになるんじゃない、うん、いやそうなんだけど、うん、だからそれはさっきのうるせえやつらと一緒でそのそういうだから仮にだぞ、うん、あれまあもちろんうるせえやつらは超面白かったとして、うん、あれがまあなんかわかんない、じゃあその何お坊ちゃまくんとか懐かしいね、うん、だったとしても俺お前五感が足りなくてやってたら買ってると思うんだよね。あそれはうん分かる気がする。そのなんていうかね、そのコンプリート欲というか。そうだから、うん、なんだろうそれ分かんない、ビックリマンチョコなのか、あ1個足りないから、ね、うん、そのシールが足りないからね、うん、チョコなんか全然食べねえのに、うん、もう箱買いしちゃう、箱買いして、うん、うおーとか言って、うん、もうチョコ他のやつにあげちゃうみたいなさ。でも俺はそのチョコの方を結構マジで作ったわけよ。あそうだね、そうでしょ、うん、そうそうそう、このチョコはさ、なんかこうベルギーのなんちゃらかんちゃらとかってさ、あのビックリマンチョコの上裏のウエハースみたいなのをこうやって手でこうやって作ってるわけ一個一個ね。そう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 、それをさその食べもしないでシールだけ取ってさ、そのチョコ捨てられちゃうって言ったお前こんなやつのなんだよ、俺がお前こうやってやって、俺とヤスがこうやってせっせとこうやってやってたものがさまあ、チールかよって思うじゃん、ね、そのなんかゴールデンゼウスみたいなのを揃えるために全部捨てられるみたいなね。そう、いやだからあれなんてもうまさにさ、うん、あのビックリマンチョコのチョコが美味しいとかって話は誰もしてないの。いやそうだから本当社会現象になったもんね。そう、あの AKB の CD みたいに捨てられてるからさ。そうでしょ、うん、いやだからそれがいいとこ悪いっていうんじゃなくて、うん、そういう人間の心理、特にもう石田達治っていう人の心理みたいなものを、うんうん、うまく引き出したものっていうものが、うん、まあ少なくともこういうものだったり、うん、まあじゃあ商売なのかもしれないし、うんうんうん、そういうまあそれは上辺かもしれないけど、まあ、でも勝者ってことにはなるよね。そのお客さんからとってもその僕がね、うん、その6巻それのために2000円出すのを惜しくないと思ったように、そのこれ参加してくれる人にも、うん、あのメリットがあると思ってくれればいいなと。もちろんさ、これだってさ今の時点でさ、うん、10万円払ってくれてる人もいるし。本当？そうだよ、5万円出してだって今日の時点で50万円集まってんだから。すごいじゃん。いやすごいんだよ、だ今までにはない、もちろんすごい快挙なんだけど、うん、俺もっと高く食ってた、そんなにうまくいってんじゃないかと思ってたけど、50万は集まってんだよ。すごいじゃん、まあ、払ってくれてる人いっぱいいるから。はい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 、いやなんだけど、うん、だから別にそれだけでもさ十分ありがたいとは思ってるわけよ、うん、本当だよね、もちろん、うん、なんだけど
なんつうのこういうものってさ、うん、やっぱり達成率とかってグラフに出るから、あ、はいはいはい、じゃあ達成ね、そうすると達成するためにもっとこうしてください、ああしてくださいってあるわけじゃん、うん、そうするとさ、でこんな俺がさもういいや50万集まったらこれで終わりとかっていうわけにもいかないじゃん。いやいや、まあまあね、だからさ、もうどうしていいか分かんないよね本当に。だからもうそれでもすごいことだよ。いや本当、いやそれちょっとびっくりした、そんなにこれに賛同してくれてる人がいるなんて。そうだよ、だってお前、ね、もう今日お前ぐらいで賛同してないんだから。あれまたそうやってなんか僕を囲い込みしようでしょ。お前だって今日の時点で50万集まってなんかお前明日振り込んでくれれば、うん、明日の時点で100万円。あれ俺するって差し引き俺いくら振り込む。そうするとあとなんか250万だからね。だからそういうのってさ、やっぱりなんかこうなんだろう、普段ただで飲めるものを70円だから払うっていうようなことみたいにさ、なんだっけ、お前なんかだってノリで10万ぐらい払うことってあると思うんだよね。いやまあまあ、そうだね、うん、10万はないにしても3万ぐらいとかね、5万とか、うん、だからさ、こういうのって本当になんかこう一人ずつ顔が見えてれば、うんうんうん、分かるけど、うん、案外こうクラウドファンディングプロジェクトなんてなるとさ、うん、何のこっちゃかかっちゃかだよね。だこのクラウドっていうのって群れって意味だろ。あ、まあまあそうだね、そうでしょ、うん、だこの群れに対してどうアプローチするかっていうことだから、うん、そこは難しいよね。顔のわからない、わからないっていうか、もちろんまあだから今払ってくれてる人はさ、うん、みんなもちろん超顔わかってるよ。ああ、そうか、うん、けどそれ以外に、うん、なんかこうどっか違うところの人たちにどうやってアプローチするかって言ったらさ、それだよね、わかんない。でも、うん、すっごい長野の山奥の学校の、うん、学校、うん、保健の先生がこれお金入れてくれたんだよ。え、それ俺の知らない人。お前なんか知ってるわけねえだろバカ。うん、知ってるの、知らない人だよ。知らないな。上田ではない、ね、じゃなくて全然。いや違う、メールくれたのわざわざ、うん、ね、この M 飛行読んで非常に感銘を受けましたと、はいはいはい、なんかこういうことをね非常に真面目にやって取り組まれてることにすごくいいと、うんうん、まあ、今ね学校で保健の先生なんかやってるといろんな問題がまあね、うん、あの学校なんていうのは社会の縮図だからあると、そういう中で非常にこう感銘を受けて応援したい気持ちになったから、うん、お納めくださいってメール来て、そのせいマメヒコ来たことあるの。してあるから、うん、あれしてんでしょうよ、うん、なんか M ヒコかなんか呼んだらしいんだよね。あ、だからさ、そういう一人ずつっていうのはあるじゃん、うんうん、だからでもそれはすごい話。いやそうだよ、だから結局 やめるわけにもいかないしさ、そういう人わざわざさ、だでもやっぱりそういうなんか、そういうクラウドにやっぱりちゃんとこれが届いてるってことじゃない。あ、まあね、うん、いやそうなんだよ、少なからず、まあ本当に少なからずね、うん、だからこういうのってのは本当になんかこう、まあ、苦手だね。まあまあ確かにね、うん、だから俺も本当にビックリマンチョコのチョコレートの方をしょっちゅう買えるっていう人。今度はホワイトチョコにしようと、今度はカカオマスをちょっと新しくウガンダから取ろうとかさ、そっちにばっかりになっちゃうから、うん、こっちのそのなんかシールが欲しいがために、うん、そのお前のさっき言ったコンプリート欲とか、はいはいはい、それがもう全く分かんない。何なのコンプリート欲って。いやあるじゃん、なんかパズルのピースを全部埋めたいって。そうそうそう、これだけ揃えたのに6巻だけないとかもすっごい気分悪いじゃん。じゃあ最初からなんで6巻買わなかったわけ。いやだからそれは、うん、あの1冊1冊揃えていったんだよ。、うん、何を、うん、で、うん、それで1冊1冊揃えていって、うん、どうしても6巻だけどこの店に探しても見つからなかったの。だから最初からさ、なんで本屋で買わないの。高いじゃん。いやそうだけど、うん、足りないものは本屋で買ったって良いんじゃない。そう、さっきも言ったけどね、その発想はなかったね。古本屋で買うことしか頭んない。それだからってさ、全部そのコンプリート欲を埋めるために2000円で全部2冊ずつあるっていうことももう全くもって意味ないじゃん。いやもうね、あの時の俺のね感想今でも覚えたもん。6巻あったと思ったんだね。
でもさ、俺に言わせればさ、それにさ、なんだっけ、お前ジャンプだかマガジンだか毎週月、うん、毎週買ってたじゃん。買ってる買ってる。今でも買ってる。でそのマガジンをずっと買っててさ、うんうん、結局それが単行本になるわけじゃん。そう、何ヶ月後かね。何ヶ月後、うんうん。それでその単行本も買っちゃうんでしょ。買うし、もう一回読み直すよね。さ、もうすでにもう持ってるものじゃん。それはもったいなくないの。うんうん、だって知ってる話じゃん。だって何あれ一冊300円ぐらいなんでしょ、うん、今も500円近くする、ね、まあ、500円ぐらいすると、うん、でそれが単行本になるにはどのぐらいか半年ぐらい買わなきゃいけないの、毎週ね、いや大体ね2、3ヶ月分だね一冊2、3ヶ月分ってことは8週とか12週だとするじゃん、まあ、ってことはさ、お前さ6000円かけてすで、うん、に6000円分払ってるわけじゃん。500円だとして、12冊だから。ああ、はいはいはい、そうでしょ、うん、資産12、うん、だってあれ週刊誌なんだろ。ああ、あのジャンプは、ジャンプは今250円ぐらいだよ。ああそう、うん、いやまあ、いや、じゃあいいよ、250円だ、強か、うん、じゃあ250円だけど12冊買うわけだからさ、うん、まあ、3000円近く払ってるわけじゃん、はいはいはい、そうですね。なのに単行本をまた買っちゃうんでしょ。買っちゃうね。すっげえ高い買い物してんの分かってる。そういうことはあんま考えたくない。いやいや、なんか、いや、それはね、単行本買うのはちゃんと理由があるんだよ。さすがにさ、ジャンプをさ、あのずっと永遠に取っておくわけにはいかないだろ。それ子供の頃やってたけど、もう天井まで埋まるぐらいになるから、うんうんうん、だからジャンプは捨てるじゃん、さすがの俺でも、うんうん、でもそんなにもったいないんだったらさ、カッターで切ってそこだけホチキスで閉じてればいいじゃん、ね、それは一つのやり方だと思う。多分それが一番効率いいんだよ。そうでしょ。それにあっちの方が大きいじゃん。でも読みやすい。読みやすいじゃん。うん、うん、それが多分一番正しいんだと思うけど、うん、まあそうしないで、そこまではしたくないけど、でもジャンプの中でもワンピースだけは、うん、後でもう一回読み直したくなるかもしれないと思うわけ、うんうんうん、そういうのが、あの一番最初にコミックを買い始める動機だよね、うん、でそれは最初の一番最初、ワンピース始まったばっかの頃ね、はい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 、もう1巻から俺買ってたんだけど、はい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 、で一旦コミックスを買い始めてしまうと、うん、こっから先今度コンプリート力になってくるわけ、うん、途中でやめるのって嫌なんだよね。もう30何巻まで買っちゃってたと。だってワンピースってどのぐらいあるのよ今。70何巻70ね、今全部持ってんの。もちろん持ってます。あの1巻以外は全部初版で。それはもうさ、30何巻でやめるってことにはならない。そこは絶対ない、絶対ない、ね、そのラーメンのスープは飲み干す的な、飲み干す的な、飲み干して伏せ丼にして返すみたいな、うん、まあね、そう、途中で漫画を途中の巻でやめたことって一度もない、うん、確かに言われてみたら。いやだからさ、うん、マーケッターっていう人はさ、お前みたいのを死ぬほど研究してるわけよ。俺みたいなのは多分手玉に取るんじゃない。そうでしょ、うん、だから俺が悔しいのはね、うん、俺のクラウドファンディングにはあんまりそんなに貢献してないのに、うん、俺お前に随分貢献してると思うけど、お前は俺に貢献されないのに、どっかのやつの手玉には、ま、丸ごと乗っかっちゃってるっていうのはどうなのかと思うわけよ。そうね、集英社とかね。別に集英社にお前世話になんかなってないじゃん。、うん、まあ、ある意味世話になってるけどね、子供の頃から。だからさ、結局なんかこうお金って、まあ天下の回り物っていうのも回り物だけど、なんかお前が俺に回した分は俺からお前には回ってないかもしれないね。そうじゃん、俺からお前に回したものは全部集英社に取られてるかと思ったらさ、っていうことはあるよね、うん、その集英社に回して、だって本当に漫画だけですごいお金払ってるわけじゃん。あ、もう本当にちょっともう想像したくもないぐらい払ってると思うよ。そうでしょ、うん、よくほら競馬で家一軒分すったとかやついるけど、うん、もうお前が漫画関係ですったっていうか使ったお金ってさ、うん、でそれでこういうとこのラジオの時にさ、時々出てくる雑学程度だもんね、うん、その漫画で得られた知識って。そう、ね、そう別に特に役に立ったことはない、立ってないもんね。だからそういうのってまあいいんだけど、うん、だからあの AKB とかもさ100万円払っちゃうとかさいるじゃん。あれもね、俺から見たら全く意味不明だけど、でもそれもその人それぞれなんだよ多分。いやそうだよ、もちろん、うん、だけどそういう人がさ、うん、
なんか10円時給が安いぐらいでウォーとかつってブラック野郎とかって言ってたりするのに、うん、こっちで100万円は平気で払っちゃうみたいなところってあるわけでしょ、うんうん、だから人間ってやっぱりそういう心理で動いてるっていうところはやっぱり事実あると思うから、うんうん、多分そういうことってしこたま研究してる人がいて、はいはいはい、で僕はあんまりそういうことって研究したくないっていうか、うん、そうですね、まあそんなことより職人的にビックリマンチョコ作ってたり、うん、チョコの方を作ってたり、うん、いかに美味しくそう。でもまあやっぱり映画みたいなものはね、やっぱりこういうものってそういうことを研究してる人にはかなわないから、うん、まあねだなぁとは思うよね。まあ映画もずっと一作目から全部試行錯誤でやってきてるから、今回のこれは試行錯誤の一つだから、ね、いやそうだよ、それで50万円今の時点であって集まってんだからさ、うん、もうすごい成果が出てる、ね、いやそうなんだよ、こんなもう本当に素晴らしいことで、うん、本当に神様っているんですねぐらいに言ったっていいんだけどでももちろんその払ってくれた人にはその払ってくれただけの貢献を映画によってしてあげたいよね、うん、まあそれはしてあげたいよ、うん、だけどお前が集英社に払ってるっていうことがなんとなく釈然としないよねそれはいいじゃん